すい運転しててすごく。なるほど。かなっていう印象。確かにブレーキの利き味もなんかホンダらしい感じのね、利き味あるなっていう印象はありますね。うん、おもてなしだらけじゃん。はい。という。すごいな。しかも値段も300万ちょっと、うん、ね。走りでございます。ホンダステップワゴンじゃないですか。うん、例えばね、スパーダでございます。スパーダですよ。はい。いやー、ね、クールスピリットホンダセンシング。クールスピリットホンダセンシング。いいですねー。いいですねー。これ何？繰り返してるだけ。今、うん、一般道乗ってますけれども、はいはいはい、車重がね、うん、結構重たいですよね。ミニバン、うん、1700キロっつったらまあ。1700キロですね、車重。そうですよ。うん、いや一般的な乗用車に比べたら、うん、だいぶ。まあ重たいって感じなんですけれども、まあね、重たいかなって感じですけれども、うん、馬力もね、うん、150馬力ってちょっと抑えめかなと思いつつ、うん、排気量も 1.5 でちょっと不安だなと思いつつ、うん、全然大丈夫。そう、全然加速していく。ちょっとね、なんならちょっと軽い感じ。そう、うん、軽い、本当に軽いですね。ちょっとね、踏み出していくと、うん、こうガーっていく感じ、うんうんうん、特に0キロから60キロぐらいまでの加速はすごくいいです、うん、ねえ、そうそうそう。これね、VTEC ターボじゃないですか、うん、まあ、ターボってね、一般的に下の回転苦手って言いますよね、うん、下の、まあ、力がない、下の力がないって言うんですけど、だからね、ハイブリッドとか電気自動車は、うん、なんか効率がいいってね、モーターでね、そう、市街地走行はね、うん、効率いいって言いますけれども、はいはい、俺ね、これ何にもね、パワートレーンの説明されなかったら、うん、これ何に乗ってるのか、これハイブリッドに乗ってるんじゃねえかって思うぐらいいいんですよ。確かにね。そう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 、トルキーというか、すげえトルキーなんです。今ね、こう0キロから加速ですけど、うん、これマジモーターと変わんないんですよ。そうそうそう、なんか蹴り出しの感じがモーターっぽいですよね。ほんとスッと、そう、静粛性もめっちゃいいじゃないですか。だからそこが多分あるんですよ。静かだし、ね、静か、蹴り出しもグッとこう進んでくれるから、モーターっぽい、モーターっぽいんです、うん、そうそう。でちなみにステップワゴンはちゃんとハイブリッドモデルもありますんで、うん、まあ、そっちはね、燃費重視でって感じです、うん、こっちは走り重視かな。まあ走り重視なんですかねって感じです。ダウンサイジングタイプ。そうです、ダウンサイジングタイプ、いいですね。いいですね。で、あの窓ね、うん、大きいですけれども、見やすい、とても見やすいです。見やすいよ、やっぱここはね、ね、あるとね助かります、うん、三角窓があると助かる。そう、すごく広々しい。やっぱりファミリーカーですから、うん、そう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 、ね、やっぱり旅先でのね、思い出目に焼き付けましょうよ、うん、目に焼き付けね。でロールサンシェード、功績に中村さんありません、うん、ロールサンシェード、ロールサンシェード、ロールサンシェード、右のね窓のところにね、こうガラガラガラってとこつまみがあって、はいはい、上に伸ばせませんか、それ、ね、ロールサンシェード、あれ、そう、下下下だね、下のつまみ、あーこれね、そう、はいはい、そう、それを上げて、おお、おお、来た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 、うん、で引っ掛けると、引っ掛け、そうそうそう、そう、おお、いいじゃないですか。ほら、このセクシーな女性のパンツみたいな、ねね、いいじゃないですか、まあ日よけのね効果ね、もちろん、そうだね、そう、うん、完全に遮断するわけでもなく、そうですね、確かに、外の景色もこれ見えるんですよ、ね、確かに、冷房効果もね高められますから、そっかそっかそっか、こんだけね窓大きいと、うん、日差しもね入ってきちゃう、入ってくるからね、でそのために日差しが入ってきちゃうから窓大きくて、うん、まあ、UV カットと IR カット、おお、 IR も、そう、 IR も入ってるガラスになってます。おもてなしだらけじゃん、はい、という、すごいな。しかも値段も300万ちょっと、うん、ね、ね、これ安いよ、安いですよ、これだけパワー、まあ走りやすくて、うん、室内のこういうのも考えられてて、そう、いろんな便利の機能もあるじゃないですか、うん、これで300万っていうのはすごくお買い得な、いや、ね、すごい、ね、このチャンネルね、内外装の動画も見てますけれどもね、うん、なかなか、いろいろ多機能な面もあって、そう、めちゃくちゃいいよ、すごく使える車、広々しいし、ねえ、すげえいいよ。でね、後ろにあの、うん、あれ何、
ります。これがね、プラズマクラスター。そう、車にこんなのが、まあ、空気清浄というかね、そうです、清浄機があそこについてるという、ね、ディーラーオプション、ディーラーオプションで、こちらディーラーオプションで、あと、はい、ここにまあ普通にサングラス入れがあるんですけど、そう、これね、サングラスここにちょんって入れてね、そう、ちょっとね、面白い機構があって、違うんですよ、いきますね、止まった、止まった、これお、これでもうみんなの顔を見渡せちゃう。そうなんです、すごい、鏡があの曲がってるから、そう、そうなんですよ、わー、これ、そっか、ルームミラーで見ればいいじゃんって思うじゃないですか、うん、ルームミラーってそう、意外とね、後ろを見る鏡だから、そう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 、範囲狭いんですよ、狭いの、そうそう、だからそのためにこういうミラーが、うん、本当のルームミラーがあって、うん、これね、しっかりね、お子さんとかがなんかしてたりして、不安じゃないですか、ね、窓開けちゃったり、いろいろやってさ、こう、ね、不安なんですよね、そういうのをこう、これでね、よくチェックできると、チェックできる、すごい、みんな見えるね、うん、いいですね、こういう気配りもありがたい、そうそう、これがなんか本当にもうそういうね、家族とか、うん、のためのこういう細かいところがすごく重要なんですね、そうです、本当に重要、うん、で、後ろはどうなの、後ろは、後ろ、いや、だからもうめちゃめちゃ広いっすよ、え、逆は普通にちょっと今椅子前引いてんのって思うじゃないですか、普通に運転姿勢で、確かに、そう、別に遠慮してるとかもう全然ないっていう、うわ、すごい、すごい、これもう本当などういうね、この別に運転のポジションで、うん、で後ろのこの広さも快適性もあって、そうだね、マジック、マジックね、うん、だミスターマイクさんがどっかに座ってんのかな。それは問題がある。どっかいんのかな。座り心地どうですか。座り心地もいやもう完璧ですよ。だから、うん、肘置きがあるけど、うん、もうちょっと手ブラーンとしたかったらさ。あ、本当だね。空間があるから。あ、確かに。そっかそっか。あ、確かに。ブラーンでできるし。冷房もねそのまま。そっか。変えられる。上でねいじくれる。さあ運転変わりました、私でございますけども、ね、あ、もうね、ロードノイズもそんなにしないしね、しないですね、そう、いやーロードノイズっていうのは結構、まあ、タイヤだけじゃなくて、うん、そのプラットフォームの出来上がりとかね、なるほどね、そこも結構大事らしくて、うん、不快な振動が発生するとそのロードノイズも振幅してこう広がっていくっていうのがあるらしいんですね、他のドライバーに伝わってくる、そう、伝わってくる、だからそのプラットフォームの出来もいいのかもしれないですね、うんうんうん、確かにそれはあるかも。どうですか、ハンドルの重さとか。重さは程よく、うん、重く、じゃあいいですね、うん、やっぱりね、力を持ってる男性の方だけが運転する車じゃないから、そう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 、やっぱりね、油圧式みたいに重たいステアリングだとちょっとね、ちょっとね、大変かもしれないですからね。あ、このカーブなんかいいじゃないですか。お、ちょっと感じながら、あのね、なんだろう、ちゃんと、その程よくこう切った時の、帰りというかね、うん、パワーステのアシストもしっかりありながら、うん、こう切った時の道の感じもね、うん、しっかりとステアリングに伝わってくるというか、うん、走り味が分かりやすい、まあ、だから分かりやすい運転してて、うん、すごくなるほどかなっていう印象だし、ブレーキの利き味もなんかホンダらしい感じの、ね、うん、利き味あるなっていう印象はありますね、確かに、うん、でこの車両は、はい、ホンダセンシング入ってますんで、うん、ほうほうほう、ね、やっぱり全車追従のクルーズコントロール、うん、まあ、ACC って言いますけど、うん、それもね入ってます、入ってると、うわ、そっか、ステップワゴンにもちゃんと入ってますよ、ちゃんと入ってますよ、すごい、こういうね、うん、本当にファミリーカーじゃないけども、うん、こういう車にもしっかりね入ってる、どんどんね、うん、だからそれはさらっと言われたのがかっこいいよ、当たり前のように入ってる、あ確かにね、今まではね結構上のグレードというか、ね、選ばれた車たちが多かったけど、ね、確かにね、当たり前のように入ってるから、そう、今の時代は本当に、ね、安全意識が高まっております、高まっており